吉野さん、あっという間に時間過ぎますよね。確かにね、私もこの隠居暮らしをして2017年から7、8、9、10、2021年5年間です。隠居5年目、確かにね、あっという間のような気がするし、あ、でもまだ5年かっていう気もしますね。で、時間が過ぎますよね。その間一体何をやってるんだと。男に限らず人っていうのは、自分の生活の基盤を築くために何らかのビジネスもしくは仕事をしてると思うんですよ。言ってみれば仕事やビジネスのプロとして生きてる側面もあるんですよね。でもそれにしてはね、売らなかったり給料上がんなかったり、お金にいまいち、なんか好かれてないっていうかね、向き合ってないのかなと思うんですよね。で、5年10年って一口で言いますけども、例えば10年でいいですよ。10年っていうのは、例えばね、住宅ローンがまだね3分の2以上残ってるのが普通じゃないかなと思うんですよ。でも10年の間に住宅ローンもないし、かといって時間がなくなったわけでもないし、割と自由に学ばせていただいたりとか、多くの出会いがあったりとか、喜びがそこにあったりとかね。だから時間が過ぎても動かない人は動かないし、動いてる人はものすごく向こうに行っちゃうし、様々ですよね。言えるのは2月ももう終わりと、というか今年ももう終わりみたいな感覚ですよね。2月までここまでやってきたんで、もう今年はあとはゆっくりと休憩してもいいんじゃないかなと思うところもあるし、でもまだ2ヶ月でここまでできたんだから、まだまだ未知のね、残り10ヶ月ってものをフルに使っていけるなと思ったりするわけですよ。で、こうやって考えてみると、この2ヶ月だけでも何人稼がしてきたかなっていうところをね、こう思うと、なんか答えてくれた人が良かったなと、答えてくれた人がいて良かったなと思う反面、稼げてない人もいるのも事実です。どうやったらその人たちに動くための動機を与えれるのかなっていうことをね、考えながらやり取りするわけですけども、確かにね、それは久保さんだからできたんでしょっていうようなことも言わないまでも思ってるだろうなと思うんですよ。でも久保さんだからできたのは確かだけども、久保さんほどやってますかっていうのはね、確かに内田さん言われる通りなんですよ。で、言葉を返せばね、そこまでできるのは久保さんだからでしょって言われるけど、でも逆の立場から私から言わせていただければ、私は今更ね、バイトも雇ってくんないですよ。小野雑さんじゃないけども、オリジン弁当ですら明日から行きます、なんなら今からでもって言っても落ちるわけですよ、ね、牛丼屋も人手が足りなくてワンオペとかいうところでも不採用になるわけですよ。そんな私から見るとね、会社員でいるあなたはあなただから採用されたんでしょうと、あなただからその職場にいられるんでしょうと、俺はお払い箱ですよと、そもそも受けに行く気力すら起きないですよみたいな感じですよね。だからね、何々さんだからできたんでしょって言うんだったら、こっちからも言いたいことはあるんですよね。だからそこはお互い様なんですよ。それを言ったらそこでお話は終わっちゃうんで、だから何々さんだからできた、だから自分にもできるだろうというふうに考えてるからこそ学びに来てるんでしょって話ですよね。いや、どうせあなたにはできるけど私には無理と思ったら、何のために塾入ったんですかってことですよね。だから言いたい気持ちはわかるけども、でも私たちはね、与えられた材料で最高のパフォーマンスを出していくしかないじゃないですか、ね、昔のことを言っても始まらないですよ。今いる場所、今いるこの両手、今持ってるカード、これを使うしかないわけですからね。得意不得意、やっていきましょう。全てぶつかっていきましょうということでございます。いってらっしゃい。